これが雨の日。これ2015年5月10日。自分がとてもちっぽけな人間に思えて、から自由の力が抜けてしまった。小雨の中持っている傘をささずに歩いた。錆びついた思考が色あらえ流すように。降り始めた雨に濡れたアスファルトの匂いは、どこか懐かしさを運んできた。思いっきり胸いっぱい吸い込んだ空気、まるで何かの。おまじないのように。頭の中ぐちゃぐちゃなんだよ、やっぱり。何一つまとまらない答え。それかどうか。本物のぬくもりに探しに彷徨い歩いていた雨の中、目に映るものすべてのカラーが濁って映る、まるで何十回もリプレイされたテープのよう。誰の話だよね。マスカになったけど、このことね。まあ、この辺の人たち今なんか知ってるからね。親切そうにたまねく、手招く猫の顔に茶は、ね、手招く顔の裏に見え隠れする嘘。弱い心はそんな腕にさえすがりそう。なんて青い砂渡りに気づきかけているんだよ。一つずつ明らかになっていく答え。真実。真実。真実。信じ。はい。で、また虚勢張ってしまって、どうやるの。あ、先生。また虚勢張って傷つきかけてるんだよ。あ、そっかそっか。まあいいや。そんな感じ。一点ね、アップしてるからね。なくなったんで、自然と。その動画、どこ行ったら。Yeah, so.